イカの墨とタコの墨ってどう違うの？みんなこんにちは、ハテナくんだよ。イカやタコって墨を吐くよね。どうしてだろう？今日はイカさんとタコさんにお話聞いてみたよ。やあ、こんにちは、僕はタコ。僕らがどうして墨を吐くのかって、それはね、大きな魚などの敵が襲ってきた時に逃げるため。僕たちタコやイカもこの煙突みたいなところからプーって墨を吐くよ。でもタコとイカは吐く墨も違うから逃げ方も違うんだ。僕たちタコの吐く墨はサラサラしてる。だから墨を吐くとパーッと煙みたいに広がるんだ。つまり煙幕みたいにして何も見えなくなった敵から逃げ出すんだ。一方イカくんの墨はネバネバしているから広がらない。黒い墨の塊が海の中に現れて漂っている感じ。敵の魚にしてみればイカが分身して増えたみたいに見えるんだ。つまりタコは煙幕に紛れて逃げる煙幕の術、イカは墨で自分を多く見せる分身の術。面白いね。今日も見てくれてありがとう。君もチャンネル登録して生き物博士になってね。じゃあねー、バイバーイ。